87式自走降車機関砲は陸上自衛隊が装備する自走式対空砲である。防衛省では略称を87オータムウィンター、広報向け相称をスカイシューターとしているが、非公式の相称ではガンタンクとも呼ばれる。陸上自衛隊広報センターの試作者アメリカ軍から供与されていた M42 自走降車機関砲及び M15A1 対空自走砲の後継として、1978年に部分試作が開始された。西ドイツ陸軍のゲパルト自走対空砲を参考に、当初は61式戦車の車体を流用する構想であったが、施策を作った際に61式の車体に対して、砲塔が課題だったことと、計画自体が10年ほど延期されたことによる ST 車体の陳腐化のため、 74式戦車の車体を拡大した心臓車体に改めて1982年に全体試作を開始し、試作車両は1983年に完成、隠しテストの結果1987年に正式化された。試作車には92式地雷原処理ローラ用の装着部があったが、量産車では廃止されている。試作車は2008年現在では、 陸上自衛隊広報センターに展示されている。社会部の設計は91式戦車橋に流用されている。対地水平射撃中の87式自走行車機関砲課題車は三菱重工業、砲塔は日本製工が製造した。砲塔の左右にスイスのエリコン車製3 5ト、mm、ル対空機関砲軽打を1門ずつ2門装備し、 砲塔上部の後方にパルスドップラー方式の索的レーダーと追尾レーダーが配置されている。あと髪型の水平棒状のものが索的レーダーのアンテナ、前を向いた皿状のものが追尾レーダーのアンテナである。アンテナは畳むことで射光を抑えることが可能。光学照準システムはバックアップ用であるが映像システム、t v カメラ、低高度 t v カメラ、 赤外線に映像装置、レーザー側遠機が搭載され、夜間の電波妨害下においても行動が可能となっている。防御装置として発煙弾発射機を放塔機部左右に装備しているが、前期型は3連装、後期型は4連装と異なっている。消費電力の大きいレーダーを同時使用するため、車体全部右側には搭載機器の電力を補う補助動力装置が搭載されている。 車体の左右側面には多くの点検用パネルが設けられ様々な機器が収納されている。74式戦車の車体を利用し重量も同等であるため随反行動が可能である。また車体サイズが74式と同等であるため分解せずに73式特大型セミトレーラーで運搬が可能である。なお後に開発された90式戦車とは 機動力に差があり一体運用に支障がある。対空用の鉄鋼榴弾、榴弾を用意しており、また、対地攻撃用に、アップズ T をも準備している。搭載する機関砲は、地上目標に対する水平射撃も可能であり、74式と同様の姿勢制御により走行中や、斜面からの射撃も可能にしている。同じ機関砲を使用する、 エリコン射程35平方ミリメートル、連装降射機関砲 L-90 と比べると有効射程や命中降参が向上している。ドイツ陸軍のゲパルト自走対空砲と同様の策的レーダー、追尾レーダー配置を理想としていたが、ゲパルトのレーダー配置は特許であるため特許に定触しない位置に設置されている。35mm 機関砲の命中率は優れているものの、 射程は戦闘ヘリコプターや航空機に搭載されるミサイルや誘導爆弾より短いためアウトレンジ戦法により破壊される可能性が大きく現代の戦場では実用性が低いとも指摘されている対策として特性の異なる死体空ミサイルと相互に補い合うことや背の高い草地などに潜み待ち伏せすることで防空能力を発揮する装備品と位置づけられている 射撃管制装置や各種レーダーも搭載した高性能な自走校舎砲だが15億円超という高額な調達費から年に数量しか導入ができず2002年度契約で調達を終了計52両で生産を終了した教育部隊以外の配備先は第7師団の第7校舎特化連隊及び第2師団の第2校舎特化大体第3中隊のみの少数に止まっている 海外では、自走降車砲に携帯式防空ミサイルシステムの車載型など小型サムを追加装備し、単独で砲とミサイルによる複合的な防空ができるハイブリッド方式とする回収が行われているが、87式は回収が行われる前に生産が終了し予算もつかないため、別途地対空ミサイルを搭載した車両が必要となるなど、 調達費に加え実質的な運用コストも上昇している。後に配備された89式装甲戦闘車は不評戦闘車であるが、対空射撃が可能な90ミリ 35mm 機関方形 DE に、加え2機の79式対集停対戦車誘導弾発射装置を装備したハイブリッド方式で設計されている。平成22年度間越式で更新する校舎。 共同体の87式自走工社機関法北部、方面隊防衛大臣直轄部隊。ありがとうございます。